タラユう、ドンタライウドンは、徳島県阿波市隣町の郷土料理である。タライウドン店が立地する宮古内谷川源流部。この川で、水揚げされる小魚を出汁に使用していた。釜揚げにしたうどんを、茹で汁と一緒にタライに移し、漬け汁に漬けて食べる。江戸末期、宮古内谷川周辺にて、木こりが河原に作ったかまどでうどんを茹で、 カワウオで出汁を取った漬け汁で食べていたのが起源とされる。本来、タライうどんには、人族で取った出汁を漬け汁に用いる。だが、近年は、人族の漁獲量の減少などの理由により、人族を使う飲食店は減り、人族以外の出汁を用いたものが主流となっている。1931年、御所村を訪れた、当時の徳島県知事の土井通り次が、 メシボンに入ったうどんを振る舞われた際、その認めに対し、たらいのような器に入ったうどんを食べてうまかったと、感想を述べたことが、名の由来となったとされる。後に、その日が11月7日であると判断したことから、11月7日を五所のたらいうどんの日と制定した。2010年10月16日に開催された、徳島活性化コンテストの決勝大会において、徳島大学や、 立命館大学の学生を中心とした、たらいうどんチームが、たらいうどんを恋愛成就に結びつけた、恋性たらいうどんで最優秀賞を受賞した。恋性たらいうどんは、恋愛や縁結びの仏である、愛善妙王像を持つ四国霊場第七番札所、十学寺がある、隣町を恋愛スポットとして広く PR するために、たらいうどんに、運命の赤い糸をイメージしたピンクのうどんを一本、 入れたものである。また、徳島県阿波市のマスコットキャラクターである、阿波美ちゃんの衣装は、恋いたタライうどんをイメージしたものとなっている。ありがとうございます。